NZ エンジンは、トヨタ自動車の水冷直列4気筒、アルミナイキャスト製、ガソリンエンジンの系列である。2NZFE は2000年、インターナショナルエンジンオブザイヤーの1.0から1.4リットルエンジン部門賞に選ばれている。1NZ フックスは2004年のインターナショナルエンジンオブザイヤーに選ばれており、グリーンエンジン部門も2004年から5年連続。 1.4から1.8リットルエンジン部門も1999年と2004年から3年連続で受賞している。E 型エンジンの後継として1990年代末期から現在まで同社の小型車クラスの主力エンジンに用いられているのがこの NZ 型エンジンである。エンジンの材質には従来の E 型エンジンと大幅に異なり、 シリンダーブロックとシリンダーヘッドの材質にそれぞれアルミダイキャストが用いられ、カムシャフトの駆動にはタイミングチェーンがそれぞれ用いられている。2019年9月現在では、ハイブリッドカー専用の 1NZ フックス型、ローラーロッカーアーム式バルブ仕様の 1NZ、FE 型、および LPG ハイブリッド仕様の 1NZ 回、XP の3種類のみが生産されている。 1NZ、フックスエンジンとハイブリッドモーターのカットモデル圧縮比が高いのはミラーサイクルのため。なお、圧縮比13.5は NHW10 の数値で NHW11、NHW20 NH では13.0、アクア、ビッツ、ヤリス、カローラアクショフィールダー、リュウギ、リュウギーワゴン、シエンタ、プロボックス、サクシードでは13.4となる。 シリンダーチャージの減少はトルクと出力の低下につながるが効率は向上している。これにより 1NZFX はハイブリッドシナジードライブとの併用が可能となり電気モーターとバッテリーでピークトルクとパワーの要求を満たすことが可能となった。単造スチール製コンロッドとアルミ製インテークマニホールドを採用。なお 1NZFE のバルブ駆動方法は 当初の自家動式のみからローラーロッカーアーム式との混在となっているが、1NZ フックスは改良されつつも一貫して自家動式をとっている。なお、1NZ フックスを開発のベースとしているが、バルブ駆動方式は耐久性確保のためローラーロッカーアーム式となっている。ありがとうございます。